皆さんこんにちは。現地時間6月4日に行われた親善試合でアメリカ女子代表と対戦し、0対3で大敗を喫した韓国女子代表。試合内容も終始アメリカ女子代表が支配しており、シュート数もパス数もアメリカが上回り、支配率についても試合を通してアメリカが約7割保持する展開でした。アメリカ女子代表が4位、韓国女子代表が20位という FIFA ランクを考えると、この試合の敗戦については仕方がない部分も考えられますが、強豪のアメリカに対してどこまでやれるのかと試されていた中で、内容も試合も完全にアメリカ代表に負けた結果で、さらにこの試合だけでなく、韓国代表は6月2日にも同じアメリカ代表に0対4で負けており、失点数はもちろん無得点なところにも目を向けられ、現状ここまで差があるのかと韓国国内から今後について不安視されています。そしてこの完敗に対しては韓国メディアが一斉に2連敗を大々的に報じており、朝鮮日報は一面で韓国女子サッカーの危機、アメリカに完敗と大見出しを打ち、世界の壁は厚かった、韓国女子サッカーの現状があらわになった屈辱的な90分だったと手厳しく論評し、日本が FIFA ランク28位のニュージーランド代表と対戦し勝利はしたが2点しか取れず、パリ五輪を控える日本にとって負けも同然といえる結果に、アジアに対して不安の声が寄せられていた中で、五輪優勝候補のアメリカを相手に韓国がどこまでやれるか注目が集まっていたが、結果的に韓国もこの試合は実力差を思い知らされる屈辱的な試合となったと分析、中央日報。でも韓国女子サッカー、世界の厚い壁に阻まれるとの見出しで敗戦を伝え、目に見える実力差に愕然とさせられた韓国女子サッカーの現状は危機的であり、これまでの延長線上に未来はなく、抜本的な改革なくしては沈没は避けられないと伝えており、さらには歴史的敗北、監督の身体問題にと監督の去就に言及。韓国サッカーにとって悪夢の90分だった、度重なる大敗で監督の責任論が浮上していて、サッカー協会は早急に監督の身体を含めた抜本的な改革案を提示しなければならないとコメントしています。またマネートゥデーでは、韓国女子サッカースポンサー離れも深刻と経済面での影響を指摘。アメリカ戦の大敗で韓国女子サッカーのスポンサー離れに拍車がかかることは必至であり、すでに複数の企業がスポンサー契約の打ち切りを検討していて、女子サッカー界の経済的基盤がさらに揺らぐ恐れがあると伝え、スポーツ紙であるスポーツ朝鮮は、韓国女子サッカー存亡の危機、協会の責任は重大、抜本的な改革に着手せよと厳しい論調で協会の責任を追及。弱体化が止まらない韓国女子サッカー、このままでは存亡の危機に直面する、協会の怠慢と失策が招いた結果である、協会トップは説明責任を果たし抜本的な改革案を早急に示すべきだと伝えています。そんな強豪アメリカ代表に完敗を喫した韓国代表ですが、昨年にはパリ五輪予選で中国代表に引き分けて、その結果五輪出場を逃しており、韓国国内で大きく取り上げられ、朝鮮日報はまたも五輪の夢を成し遂げられなかったと報道し、最終予選に進めなかったことを嘆きました。悲願の五輪初出場を狙っていた韓国 FIFA ランク20位はアジア二次予選初戦で対同46位に10対1と大勝、圧巻のゴールラッシュで白星発進を飾ると、続く第2戦は北朝鮮と0-0のスコアレスドロー、勝てば最終予選突破が決まる中国同15位との、第3戦では後半17分に先制するも追いつかれ1-1のドロー、同組2位で1勝2分けの勝ち点5だったため2位最上位となれず敗退が決定し、8度目の挑戦でも五輪切符を獲得することができませんでした。
この結果を受け、前日の朝鮮日報は韓国女子サッカーが涙の連鎖、ワールドカップ、アジア大会、五輪の夢まで消えたと報道し、女子代表は過去五輪とは縁がなく、96年アトランタ大会で女子サッカーが正式種目として採択されて以降、一度も本戦の舞台を踏めず、前回の東京五輪もアジア最終予選で中国に敗れて涙を流した。パリ五輪切符は韓国女子サッカー界最後の希望だったが、今回も結果を残すことができず、宿題だけが残ったと報道しました。また韓国女子代表は、昨年に開催された女子ワールドカップでも悔しい結果に終わっており、オーストラリアとニュージーランドで開催されていたこの大会でグループ H に入っていた韓国代表は、初戦でコロンビア代表に0対2で敗れると、格下のモロッコ代表にも0対1で敗北、最終節で強豪のドイツ代表に5点差以上で勝たないと敗退となる状況に追い込まれましたが、1対1で引き分け、ワールドカップで1勝もできず、グループリーグを敗退しています。そんな結果に終わった大会後には、今回のアメリカ代表との親善試合にも出場していたミッドフィルダーチョ・ソヒョン選手が取材で問題点に言及しており、かつてアイナック神戸レオネッサでもプレーしたチョ・ソヒョン選手は、2015-2019年ワールドカップの時、世間は私たちを黄金世代と呼んでいたけど、そう呼ばれるのはもううんざりと本音を明かし、押し出せる若い選手がもっとたくさんいたら互いに競争することができただろうけど、それができなかったので、監督がこのようにベテランを選ぶしかなかったんだと思うとコメントしており、続けて、既存の選手と新しい顔が競争しながら互いに成長できればいいけど、今より良い選手を探すのは難しいようだ。女子サッカーのインフラも選手も減っている。小学校のチームも消えている。新しい選手を発掘する条件が悪くなり、既存の選手たちが努力している。成績を出せなかったけど、私たちも現在の環境で最善を尽くしてきたと韓国女子サッカーの現状にもコメントしています。このように低迷してしまっている韓国代表の現状については、中国スポーツメディアの直販編も注目しており、不振の理由として協会の軽視と選手数の急減を挙げ、不振の最大の理由は登録選手数の減少だと指摘し、2019年に国際サッカー連盟 FIFA が発行したリポートによると、韓国サッカー協会に登録された女性選手は4200人だったが、2023年4月基準では1487人で 65% も減少している。 FIFA ランキング4位の米国のサッカー人口は950万人だ。米国の学校は女子学生にサッカーを奨励している。 FIFA ランキング5位のドイツは登録選手が197575人だ。ノルウェー、イングランド、フランス、オランダ、スウェーデンはいずれも10万人を超える。 FIFA ランキング7位の日本の登録女性選手はなんと39万人だ。日本サッカー協会が2000年代初めから男女サッカー同時発展を推進した結果だと論じています。また低出生率や人口減少は言い訳に過ぎない。結局女子サッカーの底辺拡大を軽視して積極的に行動してこなかった協会に最大の責任があるとも指摘し、国内も男子サッカーをより重視して女子サッカーの発展には関心がない。韓国のプロクラブでエリート女子チームを運営するのはスウォン FC など数クラブしかない。ジュニア、ユースチームも男子中心だ。欧州では男女チームを同時に運営するクラブが少なくないなどとも論じています。男子代表の監督騒動や衰退を報じられている中、女子代表にもこのように多くの問題がある。サッカーだけでなく、最近では他競技の韓国代表選手の五輪出場辞退などもあり、韓国のスポーツ自体が低迷してきていると言われています。数多くの課題がありますが、今後の韓国代表に注目しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録
高評価もぜひお願いします。それではまた。